数学における点付き空間点付き空間は、起点と呼ばれる区別を受ける点を備えた位相空間を言う。起点というのは、その空間内から選び出された単に特定の一点ということに過ぎないのであるが、しかし一旦選び出されたならば一連の議論の間は起点を変えることはできないし、様々な操作において、その結果として起点がどうなるのかを追うことを、免れ得ない。 点付き空間の間の点付き写像とは、起点を保つ連続写像のことを言う。すなわち、点付き空間からへの点付き写像とは、写像、F、X、Y が、各空間の位相、タウ X、タウ Y に関して連続で、F イコール Y 例を満たすときに言い、それを、普通和のように書く。点付き空間は、代数的位相幾何学、特に、ホモトピー論において重要であり、 そこでは、基本群などの様々な構成が、起点の選び方に依存して定まる。点付き集合の概念は、点付き理算空間に他ならないから、重要性はやや落ちる。点付き空間はしばしば、部分集合が一点集合であるような相対位相の、特別の場合と取られる。そうすれば、ホモトピーロンの大部分は、点付き空間上で普通に展開でき。 相対位相を代数的位相機化学に持ち込むことができる。すべての点付き空間のナス類トップは起点を保つ連続写像を意図して剣をなす。この剣を得る別の方法としてコンマ剣と考えてもよい。これはまたあまりスライス剣1、トップでもある。この剣の対象は連続写像 1x である。剣における者はトップにおける者であって以下の図式を果敢にするものになる。 この図式の可換性が F が起点を保つという条件と同値であることを見るのはたやすい。点付き空間としての1イコールは点付き空間の剣トップにおける例対象であるが位相空間の剣トップで考えれば集対象にしかならない。どの点が起点であるかを忘れることにより忘却監視トップトップが得られる。この箱手は左随伴を持ち、それは 各位相空間 X に対して X に形式的な起点となるべき1点からなる1点空間を位相的なお数によって付け加える箱でになる。ありがとうございます。